まず船足の仕上がりはいかがですか。ですね、やっぱりピント離れはどうしても気を使うんですけれども、足的にはバランス取れているとは思います。はい、もうこのバランスが取れた船足で準優勝戦戦うイメージですか。そうですね、今ちょっとバタバタ、なんかちょっと今日は違う感じがしたので最後の仕上げをやっているところです。はい、爪の作業が終わったわけですね。そうですね、行く前にもうちょっとだけ、もう一周だけ乗って、やっぱりこうしっかり仕上げたいなと思います。はい、しっかり整えて、ここは枠は4号艇となりました。ピット離れのことをお話ありましたが、そうですね、気を使うんですけれども、さっき上手にできたのでもうそれは信じようかな。そうですね、はい、やはり角位置は、そうですね、はい、欲しいですね。はい、角が取れましたらスタートどれぐらい行きたいですか。さっきはやっぱりちょっと追い風がちょっと止んだりして気を使ったので、次は思い切っていきたいと思います。はい、はい、ではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、ここまで来ました、精一杯頑張ります、応援してください。サイアウト6コース6号艇原香織、今日前半逃げてシリーズ初勝利をマーク。最初の準優勝戦は船木3対3、新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇細川、2コース2号艇桜本、うちの2人が好スタートとなっています。そのまま1周の1マーク、インから先手1号艇細川、まくってくるのが4号艇の岩崎、内をまくり出して5号艇豊田が続くバックスレッジ、トップ争いですが、まくってきた4号艇岩崎、それを受け止めて逃げる1号艇細川、1号艇4号艇のトップ争い、3番手は単独、5号艇豊田優衣となっています。10レーススタートは正常。1周の2マーク、1号艇細川優子がトップターン、2番手握って4号艇岩崎、3番手5号艇豊田、現在上位は1番4番5番145、4番手に2号艇の桜本で、後方は6号艇原、3号艇三浦となっています。これからレースは2周目、先頭で1号艇の細川優子、2番手で4号艇の岩崎芳美、3番手5号艇豊田優衣の上位の体型は1番4番5番145ですが、さあ4番手から2号艇桜本が3番手5号艇豊田に接近してきました。その差ですが一定審査、注目は3番手争い、これから2周の2マークです。2周の2マーク、注目の3番手争い、5号艇豊田が先に行く、構えていく2号艇桜本ですが入りきれず少しもたついて4番手、3、4番手再び水が空いています。上位は1番4番5番145、後方は2号艇6号艇3号艇の順です。最終周回の1マーク、先頭で1号艇の細川優子、2番手で4号艇岩崎芳美、そして3番手5号艇豊田優衣の上位の体型は1番4番5番145、3連単のオッズは 32.1 倍となっています。岩崎のまくりを退けて逃げた1号艇細川優子、そして惜しくも2番手4号艇岩崎芳美、この2人が明日のファイナル進出をまず決めるか。最終コーナーから最後の直線コースに各艇が続々帰ってきます。上位は1番4番5番145で10レース最初の準優勝戦ゴール、人気に応えた1着1番細川優子ゴールイン、2着4番岩崎ゴールイン、3着で5番の豊田がゴールイン、候補は2番の桜本、3番三浦、ラスト6番原がゴールイン。第10レース準優勝戦の確定は1着1番、2着4番、3着5番以上でございます。今節は初戦のアクシデントを乗り越えまして、しっかりとここまで準優勝戦まで来ましたが、船足今はどうですか。そうですね、50% の2期の次ぐらいにいいとは思います。はい、上位の一角とも言えるぐらいですかね。でも 40% のエンジンも多いので、いいなって言ってる人と一緒ぐらいだとは思いますね。はい、調整面では何かやっていきたいことありますか。ちょっと日に日に回転がちょっと上がってるので、グリップが甘いかなと思って、グリップをつけようかなと思ってます。はい、しっかり合わせる作業ということですね。はい、はい、グリップ感とレースの中では船足はどんな風に感じてますか。全体的に上位だと思います。はい、そうですか。はい、さてこの船足で11レース3号艇での登場となりますが、どんな戦い方をしていきたいですか。攻めていくだけですかね。はい、はい、スタートはご自身では結構風の変化ありますけれども、どうでしょう。
まあ、比較的安定していけてると思います、はい、ではファンの皆様にメッセージをお願いします、はい、優勝戦に乗れるように頑張ります。よろしくお願いします。アウトの2人前半勝ってシリーズ初勝利を手にしています。枠なり3対3の11レース準優勝戦、新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇宇野弥生トップタイミング、しかしインから1号艇カナダ幸子も負けないスタート。一周の1マーク、インから先手1号艇カナダ切り込んでいく。2号艇の宇野、3号艇平高は2番差しで続く。バックストレッチを知った1号艇カナダ幸子が先頭。リードは2艇身半から3艇身、2番艇2号艇宇野2艇身リード、3番手3号艇平高スタートは正常。一周の2マーク2番手争い、をつけてくる3号艇の平高、握っていく2号艇宇野は少し流れ、2番手は逆転か、3号艇平高奈々2停止半リード、3番手に交代は2号艇の宇野、上位は1番3番2番13に水が大きく空きまして、後方ですが6号艇とかし5号艇を豆生田、4号艇清水の順となっています。2周の1マーク、先頭で1号艇カナダ、2番手で3号艇平高、3番手2号艇宇野弥生の上位の体型は1番3番2番132のままスリット裏を通過して、これから6艇が2周の2マークです。2周の2マーク、先頭で1号艇のカナダ幸子、2番手で3号艇平高奈々、そして3番手2号艇宇野弥生の上位の体型は1番3番2番132、4番手以降は6号艇富樫、5号艇大豆生田、4号艇清水の順で時計前を通過して、これから最終周回です。陰線を仕切って先頭1号艇カナダ幸子、最終周回の1マークから最後のバックストレッチ、そして1周2マーク逆転成功した3号艇平高が2番手、3番手で2号艇宇野弥生の上位の体型は1番3番2番、3連単は1番人気、132は 7.1 倍となっています。カナダ幸子と平高奈々、この2人が明日のファイナル進出となりそうです。最終コーナーをクリアして最後の直線コースに確定が返ってきます。1番3番2番132で準1レース2つ目の準優勝戦ゴール、1着1番カナダ幸子人気に応えてゴールイン、2着で3番平高、3着で2番の宇野がゴールイン、後方5番大豆生田、6番富樫、ラスト4番清水がゴールイン。第11レース準優勝戦の確定は1着1番、2着3番、3着2番以上でございます。まず船足なんですが、はい、納得いくような雰囲気になってきましたか。はい、そうですね、はい、昨日はまた少し上積みはできたかなと思いますね、はいはい、全体的な上積みなのかタイプは変わりましたか。はい、少し変わりました、はい、今どういう感じになってますか。伸びは普通ぐらいかなとは思うんですけど、出足の方が、回ってからのつながりが少しスムーズになって、一昨日よりは良かったかなとは思います。はいはい、そして伸び普通と言われましたが、はい、序盤はちょっと足りないようなぐらいだったんですよね。はい、そうですね、一昨日とかはもう全体的に、伸びとかあまり良くないなと思ったんですけど、そこは良くなったと思います。はい、この船足で準優勝戦3号艇となりますが、はい、レースイメージがあれば教えていただけますか。ちょっと、船足のいい方にちょっと挟まれてる感じなんで、ちょっと持つかなどうかなとは思うんですけど、なるべくスタートいって展開をつきたい感じですかね。どういうイメージとかは全然、はい、できてないです。展開を取られるレースですね、はいはい、ではファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、今節ちょっとあんまりレース内容あんまり良くないんですけど、準優勝戦も乗れたので優勝戦目指して最後まで一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。
ース浜名湖のヴィーナスシリーズ第12戦マンスリーボートレース杯白熱の準優3番勝負もいよいよ残すはあと1つ。競争水面上は最後のセミファイナル第12レースの開始です。対戦メンバー1号艇廣中千紗恵、2号艇中村かなえ、3号艇松本明恵、4号艇西岡成美、5号艇山下裕貴、6号艇向井美鈴、以上のメンバーです。シリーズ序盤の貯金を生かして予選を突破しています。最後の順位初戦は下り3対3 12レース新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コース5号艇山下裕貴トップタイミングか。3コース3号艇松本、インから1号艇廣中もコースアート。1周の1マーク、インから先手1号艇廣中まくり出すのが3号艇の松本。アウトを回して4号艇西岡、内をついて5号艇山下でバックストレッチ。優勝戦の1号艇へ押し切った1号艇廣中千歳先頭、リードは2艇審判、2番手3号艇松本、この2艇が抜け出しています。12レース準勝戦スタートは正常。1周の2マーク、注目は3番手争いか。5号艇の山下が先に行くも、オーストを回して4号艇西岡成美、4号艇西岡成美が3番手争い、3艇審から4艇審リード。現在上位は1番3番4番、1344番手に5号艇山下で、後方は2号艇中村、6号艇向井となっています。2周の1マーク、先頭で1号艇の廣中、2番手で3号艇の松本、3番手で4号艇西岡、上位は1番3番4番134、後方は5号艇2号艇6号艇の順で、6艇がスリット裏を通過。これから2周の2マークです。2周の2マーク、先頭で1号艇の廣中千紗恵、2番手で3号艇の松本明恵、3番手で4号艇西岡成美の上位の体型は1番3番4番134、4番手以降は5号艇2号艇6号艇の順で時計前を通過して、これから最終周回の1マークです。外の攻めを受け止めきって逃げた1号艇廣中が先頭、最終周回の1マークから最後のバックスレッジ。2番手攻めた3号艇の松本、3番手で4号艇西岡成美、上位の体型は1番3番4番3連単の134は1番人気で 6.9 倍となっています。廣中千紗恵、松本明恵、この2人が明日のファイナル進出となりそうです。最終コーナーをクリアして各艇が続々最後の直線コースに帰ってきます。1番3番4番134で12レース最後の順位初戦ゴール、人気に応えた1着1番廣中千紗恵がゴールイン、2着で3番松本、3着で4番西岡がゴールイン、後方5番山下、2番中村、ラスト6番向井ゴールイン。第12レース準勝戦の確定は1着1番、2着3番、3着4番、以上でございます。明日の準勝戦、どこにかくんの予想は？最後までご視聴ありがとうございました。